こちら明日オープンするくら寿司の浅草ロックス店なんですが、店内はどうなっているのでしょうか。かなり広々としていてゆったりできそうですね。店内を見ると壁には浮世絵を飾り、柱やテーブルに白木を使った明るい空間、椅子には畳を使っています。さらに最大の目玉が、こちらのくら寿司ではなんと射的を楽しむことができるんです。強化。